ノックするもの。まだ10代の頃、生まれて初めて一人暮らしをした。住み始めて3、4ヶ月経った頃、夜中にトイレに行くと、玄関のドアを、トントン、叩く音がした。ちゃんとインターホンもあったんだけど、気づかなかったのかな、と思い、玄関ドアの覗き穴を見ると誰もいない。その時は気のせいかなと思ってそのまま寝た。そんなことはすっかり忘れて数ヶ月。私は深夜のバイトを始めた。ある日、深夜に帰宅して、玄関で靴を脱いでいると、また玄関のドアを、トントン、と、叩く音がした。覗き穴を見てみると誰もいない。ドアを開けてみても誰もいない。少し不気味だったけど、時間も時間だったし、帰宅の音がうるさかったから、ご近所の人が消極的な抗議に出たのかなと思った。しかしそれからというもの、帰宅が深夜の時は、ほぼ毎日ドアをノックされた。いたずらにしても気持ち悪かったので、管理人に連絡して、アパート全体にポスティングしてもらったり、いろいろしてもらったがノックは止まらず。そのうちこっちも慣れてきて、ノックされるのは深夜3時半から4時の間に集中していることがわかり、ある日、どうしても犯人を突き止めたくなった私は、3時10分頃からドアの前に張り付いて、覗き穴を見続けるという暇な手段に出た。覗き始めて30分くらい経った時、トントン、と音がした。覗き穴には誰も映っていない。というより、ドアから音がしない。後ろから聞こえる。開け放ったワンルームのドアを通り越して、ベランダのドアを叩かれた。私が覗き穴を覗いているのはその時点で私しか知らない。なのに覗き穴ではなく、ベランダのドアを叩かれた。私はその時まで、ノックは人間がしているとしか考えていなかった。人外のものがノックしているなんて、考えたこともなかった。私はその時初めて背中がうすら寒くなった。しかし引っ越し費用なんて用意できない私は、その後もその部屋に住み続けた。ノックは相変わらずされる。たまに玄関に張ってみるが、見透かすようにベランダをノックされた。ノック以外のことは何もしなかったので、怖くもなくなっていた。住み始めて2年が経った頃、うちのベランダ側のガラス戸に、車が突っ込む事故があった。うちは1階だったんだけど、前の駐車場に止めようとした車が、誤って突っ込んできたらしい。私の部屋のガラス戸はフレームごと大破。しばらくベニヤ板が打ち付けられていた。事故の時私は家にいなかったんだけど、管理人と警察から事情を聞いて、ベニヤ板をはめる時は立ち会った。一通り終わって、部屋でビール飲みながらベニヤ板見てたら笑えてきて、ふと、トントンしてる奴は玄関にいるのか駐車場にいるのか、と思い、思わず、大丈夫だった?とつぶやいた。そしたらベニヤを、トントン、と叩く音が聞こえた。時間はいつもの時間じゃない。なんか嬉しくなってしまって、それからも全く奴のことを嫌いになることもなく、5年ほどその部屋にはお世話になった。一人暮らしだけど、なんとなく奴を認識してからは、行ってきます、ただいま、って言うようになった。引っ越しする前日に、元気で、って、おかしいか、達者でな、って言ったら、ちゃんと、トントン、って、いつもと同じで2回、いつもよりゆっくりノックが返ってきた。ちょっと泣いたよ。天井の兵隊さん。うちの姉は霊感が強いらしく、家でよく霊を見るらしい。姉の話によれば、俺の部屋の前の廊下の天井に、兵隊さんが列をなして歩いてるらしい。数年前から言ってたんだが、
俺には姿は愚か気配すら感じたことがなかったので、大して気にしてなかったんだが。この前、とうとう俺の前に姿を現したんだよ。夜中の1時ぐらいに喉が渇いたから、飲み物を取りに行こうとして廊下に出たら、いるのよ。逆さまにぶら下がった兵隊さんが、しかも戦死した人らしく、腕や足がない人が大半なんだよ。廊下の端からこっちに向かって、ザ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 、って、足並み揃えて歩いてくる。うわーやべーとか思ってたら、先頭の人が、俺の1メートルぐらい前まで来て止まるのよ。もうその時は怖さで軽い金縛り状態になってたわ。で、もうどうしていいかわからずに、とりあえず敬礼したんだよ。そしたら先頭にいた人だけ敬礼を返してきて、一言、お勤め、ご苦労様です。って言って、俺の横を通り過ぎて行ったんだけど、すれ違う兵隊さんが、全員俺に声かけてくれんの。頑張れよ。とか、無理するな。とか、体壊すなよ。とか、なんか全員励ましてくれた。ちょうどその時仕事が追い込みの時期で肉体的にも精神的にもやばい状態だったから、泣けてきちゃって、ボロボロ涙流しながら、はい、〇〇は最後までやり通します。って言ったら、最後の兵隊さんが微笑みかけてくれて、その後、兵隊さんが消えても涙が止まらなくなっちゃって、しばらく敬礼したまま泣いてたよ。それから、はっきりとは見えないんだけど、ぼんやりと兵隊さんを感じるようになった。次にまた会えたら、怪我の手当てでもしてやれたらいいんだけど、何か幽霊に対してできることってないかな。落ちなくてすまそう。とりあえず、手近にあった恵比寿と豆大福を救急箱の上に乗っけて、廊下に置いておいた。そのうち作れたら、天井付近に棚でも作ってそこに置くことにするを。その後で姉から聞いた話。姉が見た兵隊さんは、飛行機の乗組員というか、特攻隊のような姿をした人だったそうで。一体うちの周りでは何があったんだろうか。立ち会い出産。私が妊娠7ヶ月の時、夫の丸が急性。泣きながらも、この子を産んで立派に育てるぞ、と決意した。いざ出産へ。最初は、こんな痛み、あの人が感じたことに比べたら、と、首相に頑張ったが、そうも言ってられなくなってきた。ベッドでうなっていたら、なんと、亡くなった丸がベッドの真横にいる。嬉しくて嬉しくて泣いてしまい、驚いた義母と兄嫁に説明すると泣かれた。丸さんがついてくれてるから、って頑張ってたら、本気でそんなこと言ってらんなくなった。ぎゅぬぬ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 ー、どうなっていたら、ふと気がつくと、丸がいない。うぎやーん、と泣き叫んで、義母に、丸さんが見えない、見えない、と、八つ当たり。義母も、こらバカ息子、出てこい。と叫んで、しばらく意識飛んだらまた、丸さんが見えた。丸ー、丸ー、泣き疲れて寝る。ゆわわー、陣痛再開。本当に優しい夫。優柔不断と言われたこともあった夫。でも本当に私たちを大事にしてくれた。虫も殺せないとは夫のための言葉。本当に本当に優しかった夫。幽霊のくせにめっちゃビビって、ドア付近に立ってる夫。まるー、しっかり見ろー。これがお前の最初で最後の子供だー。ここにいてお願い、まる、パパになるんだよー。だの叫んでたら、看護師さんたちも号泣。でも私は、夫がビビってるのをビシバシと感じた。
それから生まれるまでほぼ意識飛んでたけど、子供の顔見たとき、うわぁ、マルー、子供だよー、って言ったら、脳裏にあの優しい笑顔が出てきた。医師や看護師さんたちは泣いてたんだけど、大丈夫。うちの夫いるから、そこにいるから、って言ってやった。生まれた子は、夫クローン。笑っちゃうくらい似てる。義父母だけでなく、事情を知ってる夫親戚もうっかり笑うほど。陣痛の苦しみから見た幻かもしれないけど、義母は、ドアのところにいたってのを聞いて、信じてくれた。マルは怖がりだったからね。で、頑張って育てるんで、私が行くまであの世でのんびりしててくれよ。私の夫。